はい、今日なんですけれども、はい、少し前にですね、入荷速報でご案内させてもらった G400D が1台ですね、入荷しましたので、入荷しました。ちょっと販売者紹介前の販売者紹介ということでね、はい、もう真っ先に、ご案内の方、させていただきたいと思います。そうですね、はい、ちょっとそれにもね、ちょっと訳がありまして、はい、実はね、もうすでに今お問い合わせの方が結構今いただいている状態になりますので、はい、もう入荷速報の段階でいくつかお問い合わせいただいてみたいですね、はい、そうなんです。なのでね、ご興味持っていただいた方はですね、もうお早めにですね、お問い合わせの方いただきたいなと思います。もしかするとあのカーセンサー掲載ね、この後準備していくんですけれども、する前にご制約決まってしまう可能性もありますの で、はい、そういったところでですね、ご検討いただければと思います。こちらの G400D なんですけれども、年式が2022年式の走行距離が4500キロ、外装カラーがオパリスホワイトの右ハンドルの3点オプションですね、はい、でこちらの3点オプションはレッドステッチ、レッドシートベルトの仕様のデザインとなっておりますので、はい、そちらお探しの方ですね、ご検討いただければと思います、はい、でこちらなんですけれども、販売価格の方がですね、総額で1728万円ご案内の方、先日もさせていただいたんですけれども、はい、もうそちらでご案内の方させていただきますので、もう今ね、新車価格と比べると約300万円ぐらい。そうですね。で、まだ1年落ちの4500キロ、うん、5000キロ以下の車なので、本当にね、コンディション良好です。うん、そうです、ね。めちゃめちゃ綺麗なので、うん。結構注目度の高い1台じゃないんじゃないですか、ね、?1700 万円台に 400D、うんね、この低走行のものがね、はい、入荷しましたので、ね、本当に人気高いんじゃないかなと思います。うん、内装の方ですね、うん、ちょっとこのレッドステッチ、レッドシートベルト、ちょっと見ていきましょう。そうですね。はい。はい、こんな感じですね、はい、いや、 やっぱりいいですね。いいですよね、このスポーティーさのね、うん、雰囲気、うん、出てますね。こんな感じとなってます。はい、で純正前後ドラレコに NTG アンロックのキャンセラー付き、いいですね、となりますので、実用性高いですね。実用性高いですよ、うん、はい、という感じでですね、うん、ございます、はい、ということでですね、 G400D、程度抜群のオポリスホワイト入荷しました。はい。まあ、この後ですね、販売準備の方に向けて、いろいろ準備してから、また改めてですね、YouTube 撮影したりとか、カーセンサーの方掲載していきますので、またそちらの方もですね、ぜひチェックしていただきたいと思うんですけれども、ちょっと冒頭にもお伝えしたようにですね、すでにですね、お問い合わせいただいておりますので、もしかすると、ご制約決まってしまって、カーセンサー乗らない可能性もありますので、はい。もしね、また詳細気になる方とか、個別にね、お問い合わせいただければ、ご説明の方させていただきますので、はい。お気軽にお問い合わせの方、していただければと思います。もうこの動画見たらもうすぐにですね、はい、声かけていただけると。そうですね。そうですね。はい。はい、ご連絡お待ちしております。お待ちしております。はい。ということで今日はですね、こちらの G400D の先行してね、YouTube でご案内の方させていただきました。今日もご視聴ありがとうございました。